将来の野球技術上達へ、さらには伸び悩み阻止へ、子供たちが今のうちに取り組んでおくべきことが見えてくる取り組みだ。各球団で最終局面を迎えている、全国の有望小学生が NPB 球団と同様のユニフォームを着用して頂点を争う、NPB12 球団ジュニアトーナメント、12月26から29日開催、のセレクション。 2014年大会以来の優勝を狙う巨人ジュニアも、6から7月に4段階の選考過程を行い最終メンバーを決定したが、選考ではいわゆる野球らしさ、意外の能力も試されていた。果たして実施種目の意図するものとは、動画、ボール2個で幅広い石や、お手にする、周辺石を鍛えるコーディネーショントレーニング。7月下旬。 強烈な夏の日差しの中、神奈川県川崎市の読売ジャイアンツ球場には、一時の動画選考をくぐり抜けた小学生たちが、色とりどりのユニフォーム姿で集まっていた。この日の二次選考には午前午後に分けて、それぞれ100人ほどが参加。緊張している。緊張は悪いことではありません。今までやってきたことを、しっかりと出してください。 巨人ジュニアを率いる西村健太郎監督の言葉でセレクションはスタートした。巨人ジュニアの申し込み資格は、全国の小学6年生で50メートル走7.5秒以下、または遠投65メートル以上、軟式の場合、など。一時では、応募者から送られてきたキャッチボールや打撃、投球、守備、走塁などの動画を銀にしたが、実際に生で選手たちを見るのは、 首脳陣にとってこの日が初めてだ。では、その選考の中身とはどのようなものか。打球を飛ばす、強い球を投げる、速く走る、華麗にボールをさばく。いわゆる、野球らしい動き、を確認するのかと思ったが、決してそれだけではなかった。実は、選考種目は、非公表、のため詳細に書くことはできない。それでも、関係者の話を総合すると、 例えば次のような能力を試す内容となる。物体の位置関係を素早く認識し、正確に判断して動けるか。下半身と上半身との連動をしっかり使えているか。連続して大きな力を生み出すことができるか。日本で示した動きをその場で理解し、再現することができるか。行き着くキーワードは、コーディネーション。つまり、自分の体を自分の意志で、 思うように動かせる能力があるかということになる。